勲章参る。さて、天井殿を待つとしようか。敵の陣形は間延びしています。火を用いて分断するのです。この戦の展開は全て覚えているのでね、対処法もあるというものだ。続けて鉄砲隊出なさい。ではこちらの九兵出なさい。少々稚拙な罠ではありません。伸びきった敵の側面を使いも十分でしょう。分かっていると稚拙になるのは不思議だ。光秀と諸葛亮、非凡な二将が相手だ。この程度の被害で済んで結構なことだ。我が魂、今こそ披露せん。その首いただいた。少しずつ
者である。我が知略に勝とうなど肩払いたいわ。これからよ。私で良いは少し疲れた。少し疲れた。あなたたちがダッキに協力しているのね。何を考えているのかじっくり聞き出してみる。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。これはお寺をお借りしまして心強い攻撃感謝感激です。何を考えているのかじっくり聞き出してみる。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。これはお手間をおかけしまして心強い登場感謝感激です。
を狙う興味のようなね。たまらない。私でよい。下から流れいるようだ。岩を落とせ。敵の進軍を食い止めよ。本所では我が魂、今こそ披露せん。私でよい。押し付けた。お見事。よし、それじゃあ、俺もやってみるだろ。お、おめえらは抗争で手貸してくれた連中だよな。あん時は世話になったな。今回わしが手伝う番だぜ。殿が味方とはここぞ。おめえは気に入らねえが協力してやるよ。我が魂、今こそ披露せん。こんなものでどうだ。おう、待たせたな。こっからは俺たちに任せとけよ。結構な長旅だったってのに元気な子だ。アンドルの仕業。ラッキーをかばえばいろんな国が敵に回る。それは分かってたこと。だから味方を増やしておこうと思って話が通じそうな人に援軍を頼んだんだ。五島工場から援軍を得る。
さすがは竹中ハムですが、これも計算のうちです。この展開も対処済み。悪いね。私敵はこちらの策を全て見通している。なるほど、直接当たるしかありません。ダッキに協力するだなんて、あなたたちは何を考えているのです。世を騒がそうというなら切ります。少し疲れた。協力するだなんて、あなたたちは何を考えているのです。世を騒がそうというなら切ります。一撃一撃に信念を感じる。ただダッキに協力しているとも思えません。まだ引けません。あなたたちの真意を見極めねば。勝たねばならぬのです。何としても。信長様に報告しなくては。元本所である。光秀殿を退けましたか。では私がお相手しましょう。敵将討ち取った。おお、一段と冴えておいでですな。私でよい。すみません、本当は私たちが助けに来たのに。私の知略に勝てるとお思いか。お館様。おいおい、なんだ、幽霊でも見たような面しやがって。炎本所では
み朽ちるまで戦う所存。意外にやるな。本所では来てくれたのね、ありがとう。ちょっと手を貸してくれると嬉しいんだけど。する必要があります。よかった、勝てたようだ。